はい、皆さんこんにちは。こちらですね、今日は7日目ですね。こちらね、28って書いてあるんですけど、今日29日ですね。サーモン尽くし丼っていうのがね、前のメニュー表には載ってたんですけど、まあ注文したらなかったんで、新しいね、これメニュー表をいただいてきました。今こんな感じになってるみたいですね。ということで今日はですね、これまた買ってきましたけれども、結局まあサーモン尽くし丼っていうのは今なかったんで、こちらバラ温玉丼ですね。バラ丼に温玉が乗っている丼です。はい、これから食べていきたいと思います。こちらバラ温玉丼になります。今日はこちらですね。お味噌汁もらってきました。一緒に飲みたいと思います。それでは丼物をいただきたいと思います。いただきます。あとキュウリですね。美味しいですね。
玉持ってますよ。うん、卵がネタととろっと絡んで、うん、それがまた美味しいですね。でその中にきゅうりのまた歯ごたえが、うん、いい感じです。結構バラもボリュームありますね、これ。バラの上にこのガリをちょっと乗せて、うん、ごちそうさまでした。はい、バラ温玉丼食べました。まあこれがね、やっぱり温玉が、卵がね、そのバラネタと絡むとまたね味わいが変わって美味しいですね、うん、まああとはそのバラ丼もね、 いろんなのあるんですよね。こちらね、こうやってこの辺バラ丼、バラネギトロ丼、バライ
くら丼、バラとろろ丼、バラアボガド丼、バラ温玉丼、ね、結構いろいろね、バラ丼の種類がたくさんありますね。まあバラ丼もね結構美味しいですよ、うん。まあ他にもたくさん、まあ、海鮮丼のメニューがあるので、まあいろいろ試してみたいなと思います。まあどれも美味しいですね。はい、ということで今日は、7日目ですね、バラ温玉丼いただきました。美味しかったです。はい、今回もご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。それではさようなら。